はい、皆さんこんにちは。今日はプロジェクターのレビューをしたいと思います。それも超激安というか、そんなプロジェクターですけれども、最近のプロジェクターはとっても良くなっていまして、まずまずですね、綺麗な画質で普通に家庭で楽しむぐらいなら、とってもリーズナブルなプロジェクターで Fire TV とか Apple TV、TVer とか、そんなのを楽しんで見れることができます。もちろん YouTube なんかも寝転込んで見たいので、今日の最終目的は天井に映してどんな感じになるか、それをやっていきたいと思います。今画面に出しているように、金額的には Amazon で 12,990 円というようなプロジェクターです。実物が来てますので、ちょっと見てもらいましょう。はい、こんな形の箱に入ってきました。手の大きさがこれぐらいですので、ノートパソコンの画面をちょっと四角くしたような、そんな箱に入ってきています。ちょっと開けてみましょう。上からのカメラで見ていただきますが、こんな感じで入っています。リモコンとか、そしてこれは AC アダプターですね。そしてまあこんなケーブル、この頃はあまり使わないですけれども、アナログケーブルがあります。そしてこれが HDMI のケーブルになっています。こんな形です。ちょっと袋から出してみましょう。ここに蓋がありますが、この蓋はあれ、回しても取れない。あ、こういう感じですね。こういう感じでレンズがあります。上から見てみましょう。こんな形になっています。そしてここに電源のスイッチなどがありまして、大きなダイヤルの方がフォーカスになっていまして、こちらがキーストーンというふうになっています。僕も最近プロジェクターをあまり買っていなかったので、ここらの言い回しがよくわかりません。では AC アダプターとかを出してみましょう。正面からの画像はこんな感じです。横に案外端子がたくさんありまして、 HDMI が2つ、そして USB が1つ、あとはオーディオのアウトと AV インですね。あ、ここに TF カードもいけるようになっています。 SD カードみたいなカードですね。これも再生ができますが、まあ基本的には HDMI を使うことになると思います。じゃあ電源を入れます。電源を入れると、ここのランプがちょっとつきました。これで電気を入れてみます。はい、緑色に変わりますね。こんな感じで映っています。これなかなかいいですね。こうやって緩めるとちょっと上げたりできるんですね。もう少し上げましょう。どれぐらいまでいけるのかな。おお、箱に置かないとちょっとこれは低すぎます。おお、まだちょっと高くします。タバコで上げます。なかなかいい感じです。ちょっとね、このカメラあまり良くないんですけれども、これで見てみましょう。はい、今こんな感じです。部屋は蛍光灯上からバリバリ当たってますけれども、一応ちゃんと映ってますね。おー、こんな感じに映るんですね。ここでメニューを選択する。おー、こんな感じですね。ちょっと部屋を暗くしてみましょう。暗くしたらこんな感じです。まずまずいいですね。まあこれなら通常の映画を見たり YouTube を見たりは大丈夫ですね。角度の傾きはこれぐらいですが、もっと他のこともできるのかもわかりません。
でも今日のところはこれぐらいにしまして、今度は天井に移してみたらどうなるか、僕のやりたかったそれがどんな風にできるかをやってみましょう。はい、天井に移しました。これからピントを合わします。なかなか合います。ここまで行くとちょっとぼやけてくるかな。これぐらいがいいですね。そしてこれが台形補正。メニュー、なんかピントが全然合わない。これどうやろう。こんな感じですが、色温度とかスタンダード、ズーム表示、あとはタイマー、Bluetooth、ネットワーク情報を、ネットワークで全部いけるのか、ソフトウェアアップグレード、初期状態に戻すバージョン、こんな感じですね。まだこっちなんかあるのかな。画質モード、標準っていうのと、サウンドモードもありますね。ちょっとズームしてみましょう。はい、かなり大きくしていますが、字は読めないこともないですね。こうしながらピントを合わします。おお、まあまあのピントが合いますね。今度は電気をつけてみましょう。今、LED の蛍光灯を本そばでつけましたが、まあまあに映っています。こんな真横に蛍光灯がありますが、やはり近いところはもう白ぼけていますけれども、まあまあ見れますね。ですからこれをもうちょっとこちらの方に動かす。ちょっと蛍光灯から離せばまあまあに映りますね。こんな感じです。もうちょっとちゃんとして撮れよって感じですけれども、Amazon で買った1万2000円ぐらいのプロジェクターですけれども、家庭で楽しむのには少々明るいところでも映らなくもないという、昔僕は60万円ぐらい出して NEC のプロジェクターを買ったんですよね。それよりはずっといいですね。だから約60倍。それよりいいわけですから、100倍ぐらい良くなっているということですね。あの当時はもう電気なんかつけたら全く映らなかったですけれども、とっても進化したなという感じがします。今度はもっとちゃんとですね、何か映画とかそういうものを皆さんと一緒に検証してみたいと思います。グダグダ配信にお付き合いいただきましてありがとうございました。またねー。